メンディーツアーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日はですね、今私の隣に、画面に映っている、ウェンディーツアークアラルンプール支店の、リナさんに、隔離生活について、ちょっとお伺いしていきたいと思います。リナさんは、先月まで日本に、いらっしゃったんですけれども、お仕事の都合で、マレーシアに、それから14日間、ホテルで隔離をされて、で今、ホテルの隔離が終わって、マレーシアのクアラルンプールで普通にお仕事をされている状況というふうにお伺いしております。で、その隔離の状況について、今、マレーシアに渡航を考えられている方とか、ちょっと気になる方、ぜひ実際の実体験を、シェアしていただきたいと思っております。リナさん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。クアラルンプール支店のリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず、マレーシアについて、先にお伺いしたいんですけれども、今、マレーシアのコロナの状況、簡単に、ご説明いただいてもよろしいですか？はい、最近、マレーシア、日本でもニュースになっているように、ちょっと感染者数が結構増えていて、1日平均だいたい6000人ぐらいの感染者を、出してしまっているような状況です。それに伴って、現在 FMCO といって、フルロックダウンっていうものに入っていって、スーパーとか飲食店以外のところをお店は営業しちゃいけませんよっていうような状況で、あとお店もやるんだったら夜の8時まで、コンビニとかも8時まで。で、8時以降は外出とかもできないようになってます。そうですね。日本も感染は拡大してますけれども、それと比べても、マレーシアかなり人数も多いし、そのロックダウンの状況というのもかなり厳しく行われているということですね。はい。ありがとうございます。もちろんそれもあって、現在マレーシアに入国する際は14日間、マレーシアのホテルで隔離をしてということがあると思うんですけれども、じゃあこの14日間の隔離、まず、全体的なスケジュール教えていただけますか？はい。まずチェックインも入国して、チェックインをしてから、10日目に PCR 検査を受けます。で、日本に出国前に日本で PCR 検査を1回受けていって、入国時にもう1回受けて、なんで、総合すると3回目の PCR 検査を、10日目に受けるようになってます。その10日目でまたクリアであれば、14日目に出れる。14日目に隔離が終わって。はい。ありました。ありがとうございます。ちなみに、そのリナさんが泊まったホテルはランク的にどれぐらいのホテルですか？マレーシアでいうと4つ星から5つ星ぐらいのホテルになると思います。じゃあいい、そんな悪くはないって感じですね。クアラルンプール選べるそのプレミアホテルっていうのがだいたい平均的に4つ星から5つ星のホテルになってきますので、そんな悪くは全然ないと思います。じゃあどこ選んでも外れとかはないっていう感じ。そうですね。ちなみにそのお泊まりになったホテルは14日間でいくらでした？14日、一泊だいたい9000円前後ぐらいなんで。じゃあトータルで12万ぐらいですかね。一番気になるのがその期間中の、ホテルの、ご飯ですね。隔離中にホテルから提供されるご飯。飲み物とかもそうなんですけど、そういう隔離飯っていうのは、実際に出されて食べてみて、どんな感想ですか？なんか私、好き嫌いが本当に全然なくって、ない私でさえも結構アップアップだったんですよね。というのも、マレー料理がメインで出てくるので、結構油を使って炒めてあったりとかっていうものが結構多い、あと揚げているものだったりとかが多かったりするので、はい、結構胃もたれをしますし、朝ごはんからもう焼きそばとパンみたいなのががっつり出てくるので、もうそれはちょっと結構もう朝食べたら夕方まで何もいらないみたいな状況に。そうなんですね。やっぱり胃にガツンとくるタイプ。そうです、ね。マレー料理自体がもともとそういうものだってことなんですね。そうですね。どちらかというとマレー料理が辛くて、ちょっと、油をよく使っているような。ちなみに自分で食べ物とかって持ってったりってできるんですか？はい、持っていくこともできますし、あと差し入れとかもできるので。あ、そうなんですね。すれば大丈夫です。持ち込まないでとかって言われてるものはじゃあ特にない
ですね。持ち込まないでと言われてるのは基本的にアルコール類のものとかは、やっぱりマレーシア、イスラム教徒でハラルの国になってくるので、ホテル内でアルコールの提供は一切していないんですね。なので、差し入れ。もともとコロナとは関係なくということですよね、はい。はい。アルコールを持ってったりとかするのは NG。だからもう隔離期間中はもうどう頑張ってもアルコールは。頑張って飲酒しましょうっていう、禁酒しましょうって感じです。14日間はもう禁酒になります。はい、禁酒をしてっていう。ということですね。はい。ちょっと今聞いてて思ったのは、そのお食事って、自分で、明日のメニューはこれとこれみたいに選んだりとかはできないんですか？私のホテルは基本的にはできなかったです。もう決められたものが決められた時間内に届くっていうような状況だったので、もし、で、1日に1回だけスペシャルオブザデーっていうのが、こうメッセージの中に入ってきて、で、それに変更も可能なんですけど、一回変更900円ぐらい取られてしまうので、日本円。お金がかかってしまう。お金がそうです。お金がかかって、違う料理、もうちょっと違う。カルボナーラとか書いてある時もあったんで、イタリアンのものだったりとか。そこで選べば、ちょっと、思考の変わったものが選べるけど。そうですね。ちょっと違うものが、はい、食べれたりっていうのはありますし、あと、ルームサービスはあったので、ルームサービスに、はい、サラダとかっていうのはあったんですけど、別でお金がかかってしまうので、私は特には選ばなかったですね、うん。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと食べ物の話はこれぐらいにして、次、お部屋の環境についてお聞きしたいんですけど、マレーシアだとお部屋、Wi-Fi はもちろんありますよね。はい、Wi-Fi あります。はい。それは、使っててどうでしたか？ブチブチ切れたりとかな。そこまですごくこう仕事とかもしていたので、隔離期間中もこう何かをつないだときに不便だったっていうことはないですけど、一回ちょっとつながりが悪くって、あれと思っていたら、グループのメッセージがあるんですけど、そこに他の部屋の方もこう Wi-Fi が途切れてるみたいな感じで、メッセージを飛ばすと、ホテルのスタッフが確認しますって言って、あ、じゃあ私だけじゃなかったんだなっていうふうに思ったらすぐに治ったので、特にこう、なんか長時間使えなかったとかっていうことはなかったですね。そうなんですね。で、あと部屋で言うと、14日間あるので、お掃除がないとちょっと厳しいのかなって思うんですけど、お部屋の清掃って入られましたか？部屋の清掃は、一回も入られなかった、ね。あ、そうなんですね。はい。それはやっぱりコロナの危険性もあって。そうですね。やっぱり隔離中っていうのもあるので、部屋に清掃の人は来ないです。で、5日目に滞在して、5日目に1回だけ、バスタオルの交換になりました。ああ、そうなんですね。なんで5日目なんですかね。なんで5日目なのかわかんないんですけど、でももともと隔離マレーシア1週間で良かった時期があるんですよね。なので、そこを目安に多分そこが変わってないの気がします。それ、バスタオルの交換で言うと、あと、トイレットペーパーとか、そういうのってる。トイレットペーパーは、もう部屋に10ロールぐらいこう束で置いてあります。あ、はい。じゃあ、それも、まあ、もしなくなったら、またホテルの方に都度相談。はい、それを言ったら多分普通にもらえるんだと思います。なるほど、わかりました。あと、お洋服ですね。クリーニングとかって、お部屋に洗濯機とかありましたか？それかどう？部屋に洗濯機はないです。なくて、はい。じゃあ、クリーニングはもう一切できない。できないので、もう必死に手洗いをしてました。ああ、そうなんですね。ちなみにでもホテルに多分有料だと思いますけど、クリーニングのサービスとかもあるにはあるんです。もともとホテルとして運用していた時はあります。なんですけど、隔離者に関しては使えないです。ああ、それもやっぱりコロナの関係で。はい。そうなんですね。じゃあちょっとそこはもう事前に準備して、それ洗剤とかと持ってった時に。はい、日本から持っていきました。ありました。じゃあそれはもうそれを最初から皆さん覚悟してもらった上で、そうですね、自分で、はい、洗剤などを持っていく必要があるということですね。はい、ありがとうございます。ちなみにお部屋の外に出る機会って隔離期間中ありますか？10日目の PCR 検査を受けに行く時だけです。その時だけ。でもそれもどこかの場所に行って検査パッてしてもうすぐ帰って、そうです、すぐにパッと帰る。あんまりリラックスしたりとかっていうことはやっぱり、はい、ないですね。わかりました。この隔離期間中って私ちょっと聞いたんですけど、毎日検温して、
病院の方に報告するみたいなのが、あるっていうふうに聞いたんですけど、マレーシアはそういう感じです。マレーシアは、チェックインをしたときに、Google フォームを読み込んで、携帯で。で、Google フォームのところに、まあ、自分は、やっぱり隔離に入ると、ちょっともう精神的にも負担が大きいので、なんか、悩みやすいですかとかっていう、その質問フォームみたいなのが、まず初日にありました。で、それは送信をまあしといて、で、毎日、体調どうですかっていう Google フォームは毎日やらなきゃいけないんですけど、検温とかはなかったです。続きまして、隔離生活。皆さんが、まあ、実際に やられて、まあ、これはホテルによってもその設備の違いがあると思うんですけど、持っていくべきもの、もしあれば、それが持っていかなくて後悔しちゃうものがあれば、ぜひ、今後隔離を考えられている方の参考になれば、教えていただきたいです。持ってってよかったなって思うものは、小さな洗濯バサミがこういっぱいついてるような干すやつは持ってってよかったなっていうふうに。パンツとか靴下とか干せるようなやつ。そうです、そうです。はい、そういうのは持ってってよかったなと、ね。手洗いして、あ、干す場所どうしようとかってなると思ったら大変ですもんね。そうなんです。はい、で、やっぱり毎日私も豆じゃないので、ちょっと溜め込んでやる癖があるので、やっぱりそういうのがあって。はい、楽だなっていうふうには思いました。で、あと、女性の方とかですと、ま、これ本当に人によると思うんですけど、私は結構どっちかというと、ホテルのそのついているアメニティはあんまり好きではないっていうのが、うん、あるので、なんかそのシャンプーとか、そういうのは、別で持ってってよかったなって思いました。思ったよりもあっという間だったなっていうのがまず私の体感的には、あ、2週間ってこんな早かったっけっていうふうに思ったのが一つなんですけど、私の部屋が結構もう外がすぐに見える道路とかが、こう結構見晴らしがいい部屋だったので、それを見てると、あ、早く外に出たいなっていうのはすごく、はい、感じました。お天気いいな、今日もって思いながら。やっぱりだから出れた時はすごい嬉しいもん。すごく嬉しかったです。あ、そうなんですね。はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、じゃあ、リナーさんありがとうございました。一応、まあ、私も隔離経験してないですけど、マレーシアの隔離ってこんなもんだなっていうのは今、イメージで大体わかりました。で、この動画以外にも、隔離中の動画であるとか、それに関連する動画があるんですよね。はい、そうです。入国の時のことだったりとか、あと、まあ、実際申請入国、皆さん結構困ってるところって、うん、その入国する時よりかは逆にその前段階の準備とかっていうのが気になってる方もいらっしゃると思うので、その動画だったりとか、あと、まあ、実際私が泊まったお部屋の中のちょっとルームツアーみたいな動画も準備してます。ありがとうございます。で、今言っていただいた動画はすべてこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも興味ある方はぜひ、見ていただければと思います。最後に何か皆さんの方から皆さんにお知らせがありますか。はい、もう私は自分が実際経験してみて結構、まあ、大変だった部分とか、逆に、まあ、ここはあんまり心配しなくてもよかったかなみたいな部分もあるので、もし気になる方は便利ツアーマレーシアまでご連絡お問い合わせいただけたら、現地でもサポート等も実施してますので、ぜひぜひご連絡いただければなっていうふうに思います。ホテル選びからお手伝いいただけます。はい、はい、お手伝いさせていただきます。ゆっくり考えている方はぜひ便利ツアーマレーシア、またこちらも概要欄に連絡先を書いておきますので、興味ある方はぜひご連絡いただければと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画、もしよければ、高評価と、ウェンディツアーのチャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。はい、それではまた次の動画で、お会いいたしましょう。皆さん、さよなら。ありがとうございます。